モデルや歌手として活躍している木村カエラさん、ポップでキュートな洋服を着ている印象が強いですが、実はプライベートでは暗めの洋服を着ることが多いのだとか、仕事とプライベートでの服の選び方の違いや、幼少の頃からずっと大切にしているアイテムのこと、お気に入りの服を長く着るためにしているお手入れ方法など、洋服にまつわるお話を伺いました。服選びは、10年後もちゃんと愛して着れるかどうか、が基準。洋服を選ぶときは、この服、何度も着るかな、ということが重要だったりします。普段着る服は、飽きずにちゃんと愛してあげることができるか、10年後も着れるかな、ということを考えて買いますね。私は母親にずっと物を大切にしなさいって言われて育てられたんです。誕生日は洋服を買ってもらうのが一番嬉しかったんだけど、その時も、ちゃんと着れる服を選びなさい、って言われてたんですよね。だから流行りのものは今でも買わないです。古着とボーダーはずっと好きなもの。古着がすごく好きです。昔から古着の T シャツでライブしてるし、普段から古着の T シャツを着ています。ただ、一年ごとに年も取っていくから、子供っぽすぎるのは我慢しようかなーって思うアイテムもちょこちょこ出てきているんですけどね。でも、基本的に一度好きだと思ったものはあまり変わらないので、一目惚れしてずっとその服が好きでいられるんだったらゲットしちゃいます。あと、